おはようございます。今日はですね、珍しいギターの話題です。それでは行ってみましょう。容量アップで深みのある音が出せる、持ち運びやすいトラベルギターに新シリーズ登場ということで、そもそもですね、このトラベルギター、僕存在を知らなかったんですけれども、ジャーニーギターズジャパンというメーカーさんで、トラベルバックギターというですね、ネックが外せてバックパックでコンパクトに持ち運べるギターを作ってる会社があるんですね。これはちょっとびっくりしました。今回追加されたシリーズが、新たにオーバルヘッドプラスシリーズということで、93,500円から103,400円が仲間入りと、従来のオーバルヘッドシリーズよりもボディが1インチ幅広になっていて、ボディの容量がアップし、より音が響くようになったのですというふうにあります。結構いいお値段しますよね。9万から10万円ということで、中級向けのギターのような価格帯になっています。これ専用のバックパックはですね、直方体に近くて、従来のギターケースと比べて圧倒的に収納に便利と、オフィスのロッカーや自宅の収納棚でもすっきりと収まります。これなら会社帰りにスタジオに寄りたい時も悪目立ちせずに持っていけますね。ということで、確かにそうですよね。会社に持っていく時とかにギターの形してるよりはバックパックの形をしてる方が便利かもしれませんね。電車の網棚にも乗せられるので持ち運びも楽ちん。そしてバックパックならではの大容量で、ノート PC や楽譜も一緒に運べてしまいます。ラインナップは、素材にシトカスプルースとパーフェローを使用した OF422 101,200円、同じ素材でサンバースト仕様を施した OF422B 103,400円、そしてオールマホガニーの OF312 93,500円と、好みに合わせて選べる3タイプがあります。しかもそれぞれのモデルにネックを握りやすいナローネック仕様のタイプも用意してあるという、細やかな配慮もあるのは嬉しいですねと書いてありますね。実際どんな感じなのか画像を見てみますね。はい、このような形でネックとボディをボルトとナットみたいな形になってるんですかね。それで締めて固定することができるようです。弦はつけたままで外して収納できるという感じですね。ちょっと弦に折り目がついてしまいそうな気もしますけれども、コンパクトに持ち運びたい方にとってはいいギターでしょうね。こちらのメーカーさんのサイト見てみましたけれども、初心者向けギターでですね、一番安くて55,000円で、シトカスプルースアフリカマホガニーのモデルで65,000円ということで、このあたりがね、一番バランスいいんじゃないかなという気がしますね。さすがに10万円出すんだったらちゃんとしたギター欲しいっていう人もいらっしゃるんじゃないかなというふうに感じました。ちなみに私が気になったのはこちらです。 OC660M カーボンファイバークラシックブラックマットフィニッシュということで、こちらはガットギターのようですね。ガットギターの弦をネックに巻きつけているようですけれども、ガットギターでしかもカーボンファイバーでできているっていうですね、これはちょっと斬新で面白いなと思いましたね。価格は176,000円と結構いいお値段しますけれども、ちょっと音が気になりますよね。20秒で組み立てられるというふうに書いてありますので、どこかで触れたらいいなと思うんですけれども、ちょっとこれから気にかけてみたいと思います。いかがでしたでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。